傀儡の術ってやつか。初めて見たぜ。おめえやるじゃねえか。得意げな顔一つしやしねえ。これで俺も野暮用を済ませられる。ありがとうよ。傀儡の術とは恐れ入った。これでタコを使って向こう岸に渡れら。ありがとうよ。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。さあお手を。ああ、北条を。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。それが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。そうか。赤き刃がな。のう、赤炉。不思議りがあれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀が、お主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。行くか、赤炉。ではな。
狼殿、よくぞ参られました。酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。辛い。そう、お猿、私は猿には何かと縁深いのです。猿と。はい、何せ私は猿に拾われた子です。うん。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も、泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切な猿だ。まことに親切な猿でした。ではまた。狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、千宝寺の越の巫女より授かりました。越の巫女。千宝寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。巫女様、こちらを。これは源の功を求めた者が記した書物か。はい。好機を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。芦名の底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。身投げば、そういったものを見ました。それは一体。捨て牢の奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げよと。ふん、身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい、鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった、
気をつけるのだぞ。行くか、狼よ。頼んだぞ。は。よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。そこもとの背中のその大立ち、それは何だ。不思議だ。なんとことにあったか。ならばそこもとよ、不思議りで我が品図を立ってはくれぬか。承知した。かたじけない。そこもとの腕ならば苦しまず行けるというものだの。ああ、任せろ。関城殿にも礼を言わねば。次にそこもとが来るまでに死での準備をしておこう。綺麗なんだ無念。ようやく覚悟変わらぬか。ああ、そこもとに切られたいのだ。承知。さあやれい。お前さん、何か用か。わしは忍びを捨てた。じゃがその忍び義手だけはどうにも捨てられぬ。そのわしが腕を失ったお前さんを拾うとは因果よな。ではな、また。
久しくらいなら貸してやろう。さあ、もうお雪、馬場が何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。セキロか。これは。ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらに切れ。傀儡の術さ、恐れ入った。これでタコを使って向こう岸に渡れら。ありがとうよ。Shit!
生脇を欲するならば、タコ揚げ。くぐつ回しでタコ揚げなされ。マシ。生脇を欲するならば、タコ揚げ。くぐつ回しでタコ揚げ、くぐつ回しとは一体。おめえか。野暮用は済んだか。ああ、おかげさんでな。この墓は、こいつは俺のガキの墓だ。そうか。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ。この寺は何もかんも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ、さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりゃマシってもんだ。さてと、おかげさんで野暮用は済んだ。ぼちぼちアシナの城にでも戻るとするかね。ああ、ところでよ、わかってるかもしれねえが、アシナは今ずいぶんきな臭いことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも気をつけな。
げろ。谷の鉄砲取りで噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえな。Yeah!
ご供養いかがかね。死者たちにご冥福あれ。
蛇書きはの、二つあるぞい。一つは生書き、一つは星書き。あっちじゃ。星書きはあっちじゃ。毒沼を越えて巣穴に潜り込み、星書き盗んでくれようぞ。星書き、どういうことだ。おい、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならばお米を恵んでくだされよう。米だ。おお、おお、まさしく巫女様のお米。ありがたや、ありがたや。お告げを頼む。星書きを欲するならば、猿回し、猿を踊らせ、食らわせなされ。甘し。星書きを欲するならば、猿回し。猿を踊らせ、食らわせる。猿を踊らせるとは、一体。巫女の忍び、お待ちしていました。さあ、お米をどうぞ。ああ、北条を。礼を言う。はい、お米は大事。しっかり噛んで食べてくださいね。またいらしてくださいね。お前さん、何か言うか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。
真っ白いお花とはこれか。それは、思い出したぞ。皆は越智の巫女様たち。そうか、オラは真っ白い風車を取ろうとしたのか。あの子の分の風車を。なあ、あんた、一つ頼みがあるんだ。なんだ。オラを神隠ししちゃくれないかい。なんだと。オラ、実は知ってるんだ。あんたは忍びなんだろ。王様たちが言っていた、忍びは神隠しができるって。何故それを望む。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。わかった。おお、ありがとう、ありがとうな。よし、少し怖いけども、それじゃあやってくんろ。どうした？大事ありません。それより今お米を。待て、顔色が優れぬ。ゆっくり休め。はい、わかりました。何かあるか？え？何か欲しいものはあるか？では柿を食べたいです。わかった。はあ、巫女の忍びいらしてくれたのですね。柿だ。まことに取ってきてくださったのですね。食え。はい、いただきます。甘くて美味しいです。そうか。忍びよ、お手を。だが。もう大丈夫です。お手を。わかった。豊かな実りをあなたに。礼を言います。巫女の忍びよ、いただいた柿のおかげでたくさん実ったようです。よければ留院の巫女にも差し上げてください。わかった。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。柿だ。はあ、食え。はい、いただきます。
り柿です。これほどおいしいものはない。そうか。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。狼殿、よくぞ参られました。ではまた。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える実にツヤツヤしておる。噛むと甘うございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、そなた、甘いものは好きか？何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとはそれはお楽しみじゃ。源一郎殿。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は。これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。うまいそうであろう、そうであろう。狼よ、私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな。平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれいとまができたら茶屋でも開くかのう。
狼殿、よくぞ参られました。ではまた。巫女にお米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流飲の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかったそれはよかったです。ああ、そうか、流飲の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。伏立ちもきっと故に迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びよ、一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は何と。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。さあ、お手を。お北条を。かたじけない。お米は大事。またいただきにいらしてください。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。